あ、はい、5日だったかに札幌行ったんですよ。あれ？その時、あ、北海道でも札幌ではないんだね。あ、そうです。ああ、遠いんですよね。はい。で、札幌に行った時に、駅前のタクシーの運転手さんに、もう無言でドア開けられて、で、友達に荷物、大きい荷物持ってたんですよ。タクシー乗っでもてるそとれき？も、タクシー乗る時です。あ、乗るときね。元時はもう、もう後ろに自分で積んでみたいな感じで、でやって、ですごいもう暴走で、もう本当、事故るぐらいの勢いで、ぼわーって、目的地まで行って、降りた時も、荷物自分で取ってよみたいな感じで、大きい荷物なのにね。本当に大きい荷物なのに、もう自分で取ってもみたいな感じで、それで、もう、はい、お釣り、みたいな。トランクを はい。開けてくれるとかってことはなかったの？全然、もう自分で降りなくて、自分でやってよみたいな感じああ、で、なるほどね。なるほど。本当、もう、それがすごい一番ムカつきました。まあ、ありますね。ね。たまにね、たまにね。ちょっと、あれ、タクシーの運転手さん機嫌悪いのかなって時あはるあるあるある。ありますけどね。じゃあ、じゃあ、なんて叫びたいか、その叫びたい言葉あります？言っていいんですか？あ、叫びたい言葉はありますんですか？ありますんですかねって。お前に口ついてんだろう、的 な。ああ、なるほど。運転手さんにしとこうかな。あ、はい。一応、みんな見てるし。はい、そうですね。じゃあ、運転手さん、口ついてんだろうみたいな感じで叫んでもらっていいですか？いいですか？来て。あ、じゃあ、3、2、1、どうぞと言うんで。はい。はい、いきます。3、2、1、どうぞ。お前、口ついてんだろ！ごめんなさい。運転手さん。運転手さん言うの忘れいや、まあいやいや、まあ、コトさん。コトさん、楽しそうだな。よかっ楽した。そうだね。よかった。よかった。気が晴れた。晴れたね。すっ気が晴れた。すっきりした？どうだ？すっきりしたか？運転手さんって聞こえたから聞こえた聞ね、こえた。大丈夫。ごめんなさい、ちなみに今周りに人とかはいるの？や、一人です。一人。はい。じゃあ大きい声出しても大丈夫な状況だったんですね。そうですね、もうバリバリですね。ああ、よかったよかった。じゃあ、ことさん、ありがとうございました。はい、ありがとうごありざいがとうまございました。す。失礼します。いやいや、コットさん、よかった。元気いっぱいでしたね。元気いっぱいあった。まさかの。まさかの。よかった。まあ、でも俺の耳には運転手さんで聞こえてたんだよ。大丈夫、大丈夫。みんなにも多分聞ピこえてシッます。と、大丈夫です。聞こえてたんで大丈夫です。ということで、1人目終わりましたけど、電話でシャウトしたい方はどんどんエントリーしてください。いやいや、いいですね。でもさっき何か言おうとしたんだよ。そう、どこまで話しました？あ、そう、やっぱ実家の方って田舎じゃないですか。だからこうピアスがいっぱいついてたり、髪がかかったりすると、その実家の方のスーパーとかに行くと、目立つわけですか。すごい目で見られるんですよ。何あの人みたいな、みたいな顔で見られるのが、まあムカついたというよりは、おっとっとっと。なるほど。はい。だから叫ぶからよ。え？かけ。もしもし。もしもし。男の子か？はい。あの名前はアイスでいいのかな？はい。あのさ、ちょっと一個だけ先に聞いていい？はい。なんかさ、お前かけんなよってちょっと聞こえた。だけど。気のせいかな。いや、それは気のせいです。あ、気のせい。オッケー。はい。ちらっと、お前かけんなよみたいな感じで聞こえたのは気のせいでいいんだね。あ、気のせいで、気のせい。オッケー。気のせいだった、ごめん。オッケー、オッケー。こっちの。親と揉めてました。え。え、親と揉めてた。はい。ああ。親がかけたってこと、違うよね。誰か、アイスさんは自分でかけたんだ。近くにいたんで。自分でかけてくれたんだよね。はい、自分でかけました。ちなみにアイスさん、お年はいくつですか？15歳です。15歳。15。15歳って中3。
中学、はい、そうです、中3、らららら、うん、中学3年生ですか、うん、いいですね、うん、学校は、あ、でももうそろそろ卒業、受験生、そうですね、受験生、え、どうですか調子は、受験勉強、かなりやばいですね、かなりやばい、うん、その志望校に対してどうですか、うん、受かりそうですか、ちょっと厳しいですね、いや、うん、受かる、大丈夫、受かるね、受かる、大丈夫だった、2人がいるんだもんね、あ、うん、はい、そうですね、それは違うぞ愛さん今のは違う大丈夫だった2人じゃない、いや、もうなんか2人にと喋れたことで運が、うん、運が、うん、運が回ってきたと思うんで、ああ、よかった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 、はい、ということで、今住んでるのはどこですか、鹿児島県、鹿児島、おね、今年って鹿児島雪降った、自分のところは離島なんで降ってないっすね、うんうん、あ、そう、え、離島なの、すげえ、すごいですね、すごいよ、すごいところから電話してきてくれてるよ、ほう、で、中学生だしね、うんうんうん、いや、中学生だったら、まあ、恋人というか、まあ、彼女、うん、的な、あはいない、いない、早いなアイスはそこは早いんだね、うん、返し早いね、うんうんじゃあ、 ムカついたことというのはどういうことですか、新年の、うん、自分家の下のゴミ箱が、うん、ゴミ取りの業者さんが全然持って行ってくれなくて、そのまま放置されていたことがとってもムカつきました、うん、ああ、それは何、どれくらいの日数放置されてたの、うん、1週間ほど放置されてました、あら、おそれはいわゆる生ゴミ的な感じのやつですね、カラスとかがもうたくさん、ああ、それはね、それは嫌だね、そうだね、それは嫌だわ、確かに、カゴ、カゴがあるんですけど、はいはい、そっからもう全入りきらなくて、はいはいはい、どんどん捨てていって出ていって、うん、そっからカラスとかが、はいはい、ああ、それはちょっとね、うん、ちゃんとお正月だからって言ってね、ね、うん、ちょっと休まないでそこだけは持ってってほしかった、そうだね、じゃあ、うん、もう叫びたい言葉っていうのは決まってる、決まってるっすけど、うん、なんかちょっと荒々しくなりそうなんで、うん、うん、どうした、ずいぶん息も荒くなってきた、いや、なんか緊張しちゃって、ああ大丈夫だよ大丈夫だよ、ちなみに周りに家族とかお父さんお母さんはいらっしゃるのかな、あ、さっきまでお母さんがいたんですけど今は大丈夫です、なるほどね、なるほどね、じゃあ叫べるんだねあ、大丈夫だと思います、大丈夫だね、よし、じゃあそのアイスが思ってることを叫んでもらおうかな、うん、じゃあ3、2、1って言うから、はい、聞こえてる、あ、はい、大丈夫です、3、2、1って言うから、はい、いいっすか準備は、うん、はい、いきます、うん、3、2、1どうぞ、運転手さんのバカ野郎、おお、ちゃんと言ってくれた、ちゃんと言ってくれた、素晴らしい素晴らしい、君は受かる、うん、受かる、絶対受かる、受かる、受かる、絶対受かる、受かるわ、絶対受かる、ありがとうございます、うん、言ってくれたんだね、うん、なるほどね、いい子だわ、いい子だよ、いい子、うん、もう使っちゃんじゃないけどハグしたいね、うん、ハグしたい、うん、いやー、いい子だわ、うん、はい、本当ありがとうございます、いや、ありがとう、そして、うん、受験勉強本当頑張ってね、あ、はい、ね、頑張って志望校受かって、うん、で今年来年でもライブとか遊びに来てね、はい、うん、はい、はい、うん、アイスさんありがとう、いい、はい、ありがとうね近くに来たら絶対見に行くんで、おっ、かっこいいぞ、よろしくお願いします、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、ありがとう、ありがとうございました、ういはい、めちゃいい子だ、いいですね、めっちゃいい子だよ、うん、よかった、感動した、ね、まあ今こうやって番組見てくれてる中にもね、たくさん受験生って言うと思うけど、うん、ぜひ頑張ってほしいですね、うん、はい、頑張ってほしいです、受験勉強ね、うんうん、よし、じゃあ次行くか、はい、っていうか今のよかったな、うん、今のよかったよ、今のよかった、今のよかった、プロだね、プロだった、まさかその、いや、プロだな、あれは、うん、プロだ、あれはプロだ、プロだった、プロだった、よし、うん、じゃあ次いきますか、次はですね、今夜残すところはもうあと一人です、
うん、はい、今すぐエントリーしてください。はい、何メールがあるんですか。はい、メールがあります。ですね、はい、ニコニコネームしおりさんからいただきました。うん、ゆめさん、ひつぎさん、こんばんは。こんばんは。うちの家族はお正月には、来たぞ来たぞ。はい、もしもし。もしもし。お名前を。お名前はリオです。リリオですね。リオ、リオ、はい、リオさん。はい、はい、うん、リオさん叫びたいんだよね。そうですね。だよね、叫びたいんだよね。よし、はい、うん、じゃあ行こう。うん、リオさん、年齢はおいくつでしょうか。年齢は18ですね。18歳、うんうん、っていうと、学生さんかな。いや、社会人です。社会人、うんうん、はい。差し支えなければどんなお仕事をされてるのか。今はアパレル関係ですね。おお、なるほど、いいですね。なるほど、いいですね、うん、いいですね、うん、はい、ということで今住んでるのは都道府県、はい、都道府県どちらになりますか。茨城県です。茨城県近いですね。ほら、うん、今こうやってヘアメイクしてくれてるでしょ。うんうんうん、ね、はい、僕たちのね、僕たちのヘアメイク、うん、今日のヘアメイクさんも茨城県出身なんです。そうなんだよ、うん、わーすごい。そうなんだ。そう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 、うん、水戸なんだよ。そうだよ、うん、そのね、メイクさん多分昔ねやんちゃな人だったんだけど、リオさんもやんちゃな人なのかな。うん、表現しそうな感じはしますけどね。そうですね、これシャウト、シャウトになったらちょっとね、うん、そう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 、ニャオレーみたいな感じになるかもしれないですね。なるかもしれませんね、はい、なるかもしれないですね。お、自分で言ったらなるかもしれない。なるかもしれない。ちなみになるかもしれない。恋人とかいらっしゃいますか。は、いないです。あら、うん、好きな人とかは。ひつぎさんが好きです。あー、ハグしてあげなさい。じゃあどこどこ、うん、どこに、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、はい、じゃあムカついたことを教えてもらっていいですか。ムカついたことは、地元で歩いてると、うん、顔面にピアスが8個開いてるんですよ。お、うんうん、俺もいるな、はい、そういう人で、みんな昼間つけっぱで仕事してるんですけど、うん、はいはいはい、多分3度目4度目普通にされるんですよ、はい、えみたいな。なるほど ね、 ね、その人たちに、うん、はい、分かるよ、うん、分かるよ、はい、なるほど。俺もついさっきそういう話を仕掛けてましたね。はい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 、分かります、はい、分かります、うん、それピアスつけたまま仕事してて大丈夫なの。大丈夫ですね。あ、そうなんだ。まあ、仕事先が大丈夫だったらよかったんですけど、うんうんうん、じゃあ、自分の中でこうシャウトしたい言葉は決まってますか。シャウトしたいことは、言葉自体決まってる、はい、なんとなくは。あ、うんうんうん、じゃあもう3、2、1でいけますか。いけますね。よし、お願いします。じゃあカウントしますよ。はい、3、2、1、どうぞ。あんまじろじろ見ないでください。リオさん、はい、リオさん大丈夫かな。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。なんだっけ、はい、このコーナーの名前確かシャウト。そうだね、シャウ、シャウ、これシャウトでいいの。そう、シャウト、シャウトって書いてある、書いてある、書いてある。シャウト選手権、うん、シャウトしました。一応した、まあ、そうだな、そう、うん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 、忘れた、10人問いろって言葉があるんです。ああ、なるほどね。その人なりのシャウトってあるんですよ。そう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 、要は叫びですから。そうそうそう、ボリュームの問題じゃないです。そうそうそう、レベルの問題じゃないです。そう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 、そこ、いや全然いいんですよ、うん、全然いい、うんうん、いいんだよね。いい、全然大丈夫、オッケー。はい、うん、あんまジロジロ見んなって言ったんだよね。はい、そうだよね、オッケー、バッチリだよ。バッチリバッチリバッチリ、うん、リョウさんこれからもその自分なりのシャウト最高だから、うん、大事にして、うん、大事にしておかしいけど、うん、個性大事にしていこう、個性を、うん、そうそうそう、大事にしていこう、うん、はい、でそんなね、ピアス開いてる人、ジロジロ見る人がいてもね、うん、ね、俺もそういう経験いっぱいあるけど、うんうん、